平末元は、平安時代後期の地方官人。資料が、乏しくはっきりしないが、官武兵士半城流大城氏一門伊佐氏の初家の、新税兵士とも、坂東八兵士のうち、吉文流の七世の孫とも、平定時を外する薩摩兵士の一族とも伝えられる。徳重朝吉は、公務に王流、伊勢森平麻在のこのでは森平末えの部、 十二三義平親親に近い一族ではないかと推定している。資料で判明しているのは、島津荘を開墾したことである。末本の子は、伊佐平治兼助と伝わり、非全国神崎荘に土着、神崎氏を称した。兼助の子の神崎兼重は、薩摩国悪にに、イリシソンは悪根氏を称した。また、末本の娘婿、または子、兼助の娘婿である。 友建定の長子金俊氏は、肝付や、次男剣人は、藤原や、三男春帝は、安楽や、四男行春は、泉や、五男兼高は、梅北家の祖となって、後年活躍した。万寿年間に、太宰大元であった末元は、弟の宝願領衆と共に、未開の地であった日向国初県軍始末院を、中心として、荘園を開墾し、 これを、関白の藤原寄道に寄進して、後に、日本最大級の荘園となる始末層を成立させた。末元は、始末層寄進前から、死亡役を行い、動物を道長に送っている。末元は、平氏系図に名前はないが、小宗王の子孫である、平末信と世代と年齢、名前から、極めて近親者であると想像され、藤原氏と接近できたのは、 宮家人として知られる、末延の娘入れはのべの仲介があったと言われている。万寿三年に同地に移住し、召喚として、島津荘の経営に当たった。その際、新宅を受けて、伊勢神宮を勘定し神柱大名人を造営しその士官を務めている。長元二年、大隅国長及び、大隅国の住人、藤原義隆の居宅を焼き討ちにするが、末元は、太宰大に、 藤原これのりに、絹三千余り引きを送ることによって、犯人として、不快に記載されることを免れ、召喚されながらも処分は受けなかった。後に家督を娘婿である、友検定に譲り、自らは、諸挙郡軍南の里橋屋御所に隠居し、同地には海地王子神社を造営し社紙として、生涯を終えた。末元の住んだところは、本名屋敷とも言われ、 末元の墓所がある南方近いところに所在していたと言われている。末元の墓所は、鹿児島県宗室末吉町南の豪あざ橋野にある、ほか、その例は上柱宮の境内抹社である、元柱神社に祀られている。元柱神社元柱神社の変額現在の、上柱宮の抹社として存在する、元柱神社。 現在の上柱群に設置された、平末元港の石踏み、抹茶の元柱神社の解説もされている。若市王子神社、墓若市王子神社を鳥居から撮ったショット。若市王子神社の社殿平木元の墓、原口泉ほか、鹿児島県の歴史、石川雄二、日本初期年代論、徳重朝吉、鎮西末の章。ありがとうございます。